キャッチャーとして去年、まあ、たくさん試合経験させていただきましたし、今年もっと試合出るために、まあ、自分としては全てのことにおいて意識を高く常に持ち続けているというか、一番目立ってやっぱアピールして自分が一番試合に使ってもらえるようにというところは意識してやってます。やっぱ一軍のピッチャーはレベルが一つ上なので、自分が対応しきれない部分もあって、前半はやっぱり全然成績出なかったんですけど、後半戦慣れたのはやっぱり自分の中ですごい余裕を持って打席に立つこと、まあ、なんですかね、失敗を恐れないというか、そういう気持ちがやっぱりそのヒットを打てるようになったきっかけでもありますし、今その打撃を克服することに関しては、やっぱいいバッターというのは最短距離でボールに対してバットが出ていくので、ボールも手元まで呼び込めますし、自分もそういうバッターになりたいので、最短距離で出すことを常に意識して、あとタイミングを構え遅れしないということも常に意識してバッティングを取り組んでいるので、今すごく自分で理想の形になってきて、まあ、打てているので、あとは実戦でやっぱり結果を出すだけなので、一番反復練習が大変だと思いますし、何か違うことがやりたくなってしまうと思うんですけど、今やっていることが自分正しいと思って、常にこれから先もずっとやっていきたいと思ってます。やっぱスローイングの正確さというか、野手がタッチしやすいところ、まあ、低く正確にやっぱ投げることが大事ですし、ピッチャーもバッターを抑えようと思って投げ込んできているので、まあ、特に変化球だったりとか取る体勢が難しいボールもなんとか正確に投げるということを常に意識して、その中でもやっぱり慌てないことを常に自分の中で意識して取り組んでます。まあ、去年はやっぱり刺したいという気持ちが強すぎて、形が全くできていないというか、気持ちだけ先走って体がついてきてない状態だったので、このキャンプからその去年の反省を生かして、早く正確になんですけど気持ちはその落ち着いて、走ったのを見てから投げるぐらいの余裕を持って今やっているので、はい、本当にバッティングで去年の成績を見ると、自分がチームに貢献できていたと思えなかったので、やっぱり今年はバントとかそういう細かいところも含め、もっともっとチームにバッティングでも貢献したいので、自分としてもやっぱ納得のよく成績を出したいですし、もっともっと打てるキャッチャーになりたいので、はい、チームとして去年悔しい思いをしたので、自分としても悔しい思いをしたので、今年はもっともっといい成績出せるように頑張りたいと思います。